皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、大人の学習に必要な要素、そんな話をするんですけど、うん、あのー、先日、ちょっと、夜、集まりがあって、で、うん、黙々と、こう、作業をするというか、まあ、黙々会みたいな。 そういうものがあるんですけど。あの、まあ、人によっていろんなことをしてもいいという、そんな話なんですけど。まあ、あの、そんな中に、こう、試験勉強されるとか、まあ、私もね、うん、過去にはそういうことがあったんですけども、今はもう大体取り終わっちゃったんで、あの、そういうことはほとんどなくなっちゃったんですけど、あの、お仕事を終えて、 帰ってきて、まあ、そこから学習する、試験勉強するみたいな、そんなことがあるときに、まあ、何が必要かなっていうふうに考えるんですけども、あのー、まあ、私が出す答えはいつも同じで、基本的には体力です。あのー、結局のところ、あのー、仕事を終えて帰ってきて、で、そこになったとしても、まだ、えー 学習するだけの余力があるかどうかって、それだけのことだと思いますと。あの、勉強する意欲はおそらくあるんでしょうし。で、まあこれね、朝もやるとかっていうことがあるのかもしれないですけど、朝ならまだ体力あり余ってるから、まだいいんですけどもあの、夜勉強するって思った時には、結局余力残ってるかなか、っていうところが、 大事な要素が、と思います。で、私自身も、あの、結果的に、まあ、こうしてね、ジョギングとかずっとしてるから、体力って結構普通の人より多い方だと思いますけど、まあ、結局乗り切れるのってそういうところかなというふうに思います。あの、学習とか、試験勉強っていうのは、一時的なもので、えー あることとが多いと思い思ますけどもあのそこでこうね、今回の試験をして何を学ぶかというところの一つに体力をつけた方がいいんじゃないかっていうふうにあのそれを付け加えていただけるといいのかなって私は思います。あの体力ってあのどんなことにでも応用がきくものなのであの勉強学習に限らずいろんなことに 使える基礎的な能力じゃないでしょうかというふうに思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。